ジャジー。ジャジー、JJY とは、日本標準時を送信する日本の無線局である。総務省所管の、国立研究開発法人情報通信研究、機構、ニクトが運用している。ジャジーは、呼び出し符号、コールサインであるが、無線局そのものも指す。電波法令上の無線局の種別は、標準周波数局である。原則として、 常時運用しているが、メンテナンスや落雷などで停波することがある。周波数偏差などの情報は、ニクとより随時アナウンスされており、高精度な周波数の基準として利用できる。また時刻の情報がタイムコードとして調上されており、これを利用することにより、時計の時刻を自動で調整することができる。従前は、短波も使用していたが、2001年3月31日正午、 以降は超波のみを使用している。送信書は、福島県田村市宮古寺町の大高角や、山標準電波送信書、周波数4 0ヘルツ空中線電力5 0ット及び、佐賀県佐賀市富士町の鋼山標準電波送信書、周波数6 0ヘルツ空中線電力5 0ットの2箇所に設けられている。最初に大洋町、谷山、 大高戸や山の送信書が1999年6月10日に設けられ、その後、西日本地域への安定供給や大洋庁、谷山局の保管を目的に、羽金山、鋼山の送信書が2001年10月1日に、地局された。多くの超波放事局と同様に、ジャジーの信号にはタイムコードが頂上されている。1秒ごとに1ビットの情報を送信し、 1>, 1分間60ビットで1セットの情報が送信される。日本国内で販売されている電波時計は蒸気いずれかの電波を受信し、時刻を自動的に調整する仕組みになっている電波時計の項も参照。各秒のタイムコードの信号には以下の3通りがある。ここで、高出力は、定格の空中線電力、低出力は、その10%の出力を意味する。 毎分0秒に、マーカー、9、19、29、39、49の、各秒及び次の0秒の1秒前、通常は59秒。ウルー秒の場合は58秒、または60秒にポジションマーカーが送信される。残りの53ビットで、時刻の情報を表す。日本標準時、JST による0秒のマーカーを送信した時点の分、時、 1>, 1月1日からの通算日、1月1日を1とする年、西暦か2桁、曜日は、それぞれの桁ごとに、日地数に変換する、日地化重心表現、BCD で表現される。例えば、23は00、00100011と表される。ウルー病の有無を通知するビットもあり、ウルー病の挿入、削除が行われる月、アトックにおける月の初日から、 グルー秒の挿入、削除が行われるまで通知される。なお、日本には夏時間がないが、夏時間の有無を表すビットも用意されている。タイムコードのフォーマットを一下に示す。最初の35秒はと同じであるが、それ以降は大きく異なっている。wwwb にあるダット1、世界時、ut1 と協定世界時、アトックの差の情報が省かれてり、逆に、 wwvb にない曜日の情報やパリティビットが加えられている。ここで、ウェイトは、そのビットの重み付けであり、1になっているビットの重み付けをすべて加算すると、表したい数値になる。p0 は常に文の最後である。ウルー秒が挿入される場合、p0 の前に0ビットが挿入され、p0 は60秒に送信される。l s と LS2 は普段は0である。1時間に2回、毎時15分と45分には、最後の20秒に普段とは違うコードが送される。40から48秒に、呼び出し符号ジャジーが、モールス符号で2回送信される。50から55秒の6ビットで、停波予告が通知される。年、曜日、ウルー病情報は送信しない。ST1、ST3 は、 何日、または何時間後に、低波の予定があるかを表す。ST4 が1の場合は、低波が昼間のみであることを意味する。例の場合は終日低波すること、または低波予定なしを意味する。ST5 と ST6 は、低波の期間を表す。低波の予定がない場合は、ST ビットは、すべて例になる。2001年3月31日に廃止された、タンパのジャジーは、 1940年1月30日にアメリカ合衆国 WWV に続いて世界で2番目の短波標準電波局として千葉県千葉郡ケミ川町、現千葉市花見川区ケミ川町に開けされた。以来、短波を使った標準無線局と位置づけられた。その後、1949年に東京都北多摩郡小金井町、現東京都小金井市に移転した。 昭和40年代頃から周辺の宅地化に伴い電波障害などの弊害が顕著になったことや小金井市緑町にある庁舎にあった周波数標準部の同市、ぬくい北町への移転、1974年6月から1975年1月にかけてみなどにより、1977年12月1日からは、茨城県佐島郡三和町、現、小賀市の NTT 名、 先送信書からの送信となり次の周波数で発信していた。上記のうち 8MHz 以外は近隣地域の標準電波と周波数が同じであり、西日本地域を中心に日中でも渾身の影響を免れられなかった。廃止島で運用されていたのは3波、5、8、10MHz である。送信内容は数度変更されている。以下に、 低波前直近の送信内容を記述する。電波は短波ラジオで受信でき、内容としては以下の組み合わせがずっと流れていた。ただし、毎時35分0秒から39分0秒までは諸外国の標準周波数局との構成作業のために停止していた。世界時 UT1 から協定世界時アトックを引いた時刻差の予測値も0.1秒の 精度で以下の形式により通報された。毎時10分ごとのポーという信号音の前、X9 分30秒から X9 分52秒までには、蒸気の信号音に重ねて、モールス信号、信号音周波数 100Hz の、ジャジージャジー HHMM24 時制の時、分を4桁数字に符号化たもの。例として9時は、0900。 16時30分は1630が流れ、続いて女性の合成音声でジャジー、ジャジー、ジ、フーン、JST とアナウンスがあり、最後に電波警報、モールス信号で電波状態のステータスを誤解続けてが流された。時計の修正に限らず正確な周波数であることを利用してアナログ式短波受信機での受信の手助けになっていた。また、 アマチュア無線機等の単波無線機での周波数表示の構成にも利用されたダルビート法でマーカー発信機を構成、まさしく調整されたこのマーカーでさらに周波数表示器を修正。一般の電話回線を利用した日本標準時、協定世界時提供サービス、テレホンジャジー、電話ジャジーも行っている。精度はプラスマイナス一ズ、なお利用には パソコン通信用のアナログモデム、もしくはテレフォンジャジーに対応した専用機器が必要。パソコン通信、ファクシミリの利用者減少によって、アナログモデムが入手困難になってきていたり、4800bps 以上の高速通信には対応していなかったり、さらに高精度なものが必要とされているため、2016年5月26日から、NTT 東日本、 西日本の光電話回線網を使用した光テレフォンジャジーの試験ビスが行われ2019年2月1日から本格運用を開始しているテレフォンジャジーは2024年3月末にサービス終了予定 NTT 東日本西日本の時報117番の構成や公共交通機関 放送局の標準時計の構成などで使用されており、2018年2月の時点で月に16万回以上のアクセスがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。